こんにちは、こうです、今日は100均のダイソーで面白いものを見つけたので買ってみました。手作りキット空取り、ヒノキでスプーンとフォークを作るキット、厚みが非常に薄いので角度をつけたりするのは難しいのかなと思うんですけど、もともと木でスプーン作ったりっていうのは興味あったので、初めての経験なので、試しにやってみようかなと思って買ってみました。で、今回ですね、100均のカッターナイフだけでね、やってみようかなと。で、このセットの中にサンドペーパーも入ってるみたいなので、とりあえず、このカッターナイフとこの付属のサンドペーパーだけで作っていこうかなと思います。でね、多分ね、このこういうのね、作ってる動画って進捗状況がね、あまり、台紙が型紙っぽくなってるみたいですね。ペーパー、これちっちゃいっすね。これじゃ絶対に足りないやつですね。あとカーボン用紙ですね。カーボン用紙入ってますね。この台紙の型を多分木に移すためのカーボン用紙、で、内側に説明が書かれてる感じで、早速やってみますか。こういうこと。何でなぞればいいんだ。考えてなかった。なので一旦中断します、シャーペンでなぞってみたいと思います。ちょっと強めにやらないと絶対映んないですよね。あ、折れましたね。当たり前か。これシャーペン無理があるな。ボールペンとかの方がいいかもしれないですよね。倒れた。わお、
もろ失敗ですね。あ、映ってないかな。全然シーンがずれてます。これやり直しですね。ちょっとね、一回撮影を止めてやり直して、で、また途中経過から撮影開始します。とりあえず、ではってことで。